古川和一郎古川和一郎6月18日から1945年7月9日は日本の経理士、政治家、衆議院議員、1887年、兵庫県神崎郡田原村、あるいは飾り島郡姫路生まれ、古川八太郎の長男、1902年、家督を相続する、関西大学専門部法律科で学び、中退した。 税務署に勤めた後、市宮商業銀行大阪市店長に就任する。同銀行退職後は、大阪北浜で株中外店を経営する。1927年、経理士を改良し、経理士会理事、大阪市、大阪府各経理士会長を務める。その他、日本連環工業者理事長を務めた。1928年の、 第16回衆議院議員総選挙から1932年の第18回総選挙まで兵庫県第4区から立候補し続けたが落選続きで1936年の第19回総選挙で立憲政友会公認で立候補して初当選した。しかし翌1937年の第20回総選挙で落選した。百四十二年の第十一回総選挙では 翌水戦で当選した。翼山政治会成長提身商工兼務委員を務めた。在職中の1945年に姫路市の自宅近くで戦災死した。住所は兵庫県姫路市五県邸宗教は新州。趣味は盆栽、刀剣、仏像で書画骨董に対する趣味が深い。静音友情に厚く、共存共栄の主論者として知られる。 ありがとうございます。